どうもこんにちは、特化軍です。宇通貨です。本日はこちら、ドドーン、自衛隊の特殊部隊特殊作戦軍について。はあ、大丈夫でしょうか。触れてはいかない。あ、もう、だからあれですよね、はい、早死にしたいんですよね。自らこういった、はい、あまり言っちゃいけないようなことを喋って、はい、誰かに狙われて、うん、お亡くなりになるっていうのがもう本望なんですよね、と、申しております。小野寺さん、小野寺さんですよね。小野寺さん、仮に小野寺だとしても、小野寺さん、俺はだって喋れないから、はい、小野寺さんがね、言っております。今影武者としてこっちを打たせよう。影武者にしてはもう顔が違いすぎるでしょ。顔と衣装、見た目、すべてが違いすぎるでしょ、ね、ちょっとでも似てるんだね。ここも紹介しようか。大丈夫ですか、大丈夫ですか、これ、まあね。まあ、私を狙ってくださいよ、そしたら。受けて立ちますよ。いや、感動しちゃうから、最後。受けて立ちますよ。いや、やる気。急に喧嘩売れる。やめろ、お前。なんで俺狙われなきゃいけないんだよ。こちらね、自衛隊のですね、特殊部隊とも言われる、特殊作戦軍についてと、たびたび質問でもございましたけれどね、あんまりね、もちろんこういうのにね、触れてはいけないというのが、もちろん全自衛隊でね。めちゃくちゃ触れようとしてる。めちゃくちゃ触れようとしてるじゃないですか。なっておりますから、今まではあんまり触れなかったんですけれども、あ、そうなんですね。はい、ただですね、今回ですね、こちらの、本を参考にさせていただきました。本を。あ、なるほど。こちら。はい、特殊部隊 VS 正部隊最強を目指せという著書でございます。こちら、はい、こちら貼っておきますね。はい、そもそもこの人は狙われてるんですか。そうなると大丈夫、そうなると大丈夫なんですね。なぜならば、はい、こちらなんと特殊部隊初代軍長の荒谷隆さん自らは喋ってるんですね。はい。あ、なるほど。だから、本人が語ってらっしゃることを参考に今回、ご紹介させて。なるほど。だから、公表されてる部分を、参考に私たちが感想を、さらに述べる。と、この本の著者でございます。前、FTC の会員についてやりました。あの本の、はい、同じ著者でございます。はい、元第40普通科連隊長の二見龍様、うん、FTC の会で紹介させていただいたんですけど、はい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 、ツイッターでわざわざありがとうございますというご挨拶もいただきました。ありがとうございます。そうなんです。はい、今回もすごいじゃないですか。はい、お世話になります。ぜひね、訓練などあればね、同行しますんで、はい、よろしくお願いします。行きます。一人で行きますから。森が一人で行きますから。森なんだ。俺ので影武者になってねえじゃん。入れ替わったら影武者になってる。よくわかんない。そうなると森が行くのもよくわかんないでしょ、もう。で、お二人のね、対談、模様をですね、すごい、ご紹介させていただきます。はい、こちら、どちらもですね、最強を目指したお二人という。かっこよすぎません。最強を目指した2人っていう、最強を目指した2人、今回は特殊作戦軍っていうのを作った、うんうん、それではまずね、初代軍長のね、先ほど出ましたこちら軽く紹介を、うん、ドドーン、特殊作戦軍初代軍長荒谷隆さん、こちら経歴ですね、レンジャー、そして第一空挺団の中隊長だったかな、で30、普通科連隊の中隊長、を経て、そして、アメリカ特殊部隊グリーンベレーに1年間留学、この留学したのも確か41歳ぐらい、特殊作戦軍を作るために足立行ってきます。41で行くってのはすごいですね。ものすごいですよ。もうちょっと若い時じゃなく、はい、士気がとてつもないんですね。でさらには、イギリスの特殊部隊ですとか、ドイツの特殊部隊の方々ともこう、まあ、知識交換というか、なるほど、も情報交換というか、されていると、バチバチのもう軍長にふさわしい経歴で、今日の回はですね、こちらを紹介したいと思います、うん、ドドン、特殊作戦軍をなぜ作ったのかと、うん、特殊部隊とも、何も知らないから、はい、気になりますね。この軍長が、言うこのね2点を今日はね、なんでと思うことも多分あると思うんですよね、うん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 、皆さんがよく見ているその特殊部隊っていうと、そのあんま大きい声では言えないですけど、はい、この小野寺とか、はい、そういうのが、うん、そのね特殊部隊として、まあ、こう皆さんの前に唯一顔を出してるっていうのはあるんですけども、うんうんうん、ある意味特殊ですからね。ある意味ですよ。特殊の範囲って広いからね。特殊、すごい範囲広いです。まあ、そういう意味では私も特殊ですからね。特殊。特殊ですよ、ある意味だって素顔を あんまり出さずに10年ぐらいやってきたんだからね。そうですわ。特殊特殊部隊から、おうおう、特殊部隊についてという。なるほど。さあ、それではね、早速、ちょっとメモをね、読みながら行かせていただきます。はい、軍長、初代軍長が語る特殊部隊がね、うん、特殊であるゆえんとは、この一般部隊と、
特殊部隊ってのはどう違うんですか。何が違うんだと、うん、ね、はい、皆さんあんまり分かんないと思うんで、うん、こちら特殊部隊が特殊であるゆえんは、一般の人が考えている以上に広範囲で奥深く、映画でよく表現されているスペシャルフォース、特殊部隊のアクションね、うん、強そうなあのランボーみたいなさ、はいはいはい、ね、うん、ああいうのはですね、ダイレクトアクションといって、うん、襲撃や待ち伏せなど派手な戦闘シーンです、うん、そうだよね、まあ派手、うん、そんなイメージはある。しかし現代の特殊部隊はアンコンベンショナルウォーフェア、全く分かりません。アンコンベンショナルウォーフェア、アンコンベンショナルフォーエバー、永遠にみたいな、ちょっと違うけど、これはですね、うん、不正規戦、非在来戦といって政治的な側面が強いです。これちょっともうちょっと補足すると、イギリスの SAS やアメリカのグリーンベレーのような特殊部隊の活動は、ある国の政体を変えるために政府を、現政府を転覆させて新しい政権を樹立させたり、友好国が別の体制になりかけたらならないように体制をサポートするような不正規戦です。なるほど、だから、うん、だいぶ置いてかれました。政治的な戦いなんだな。なるほど、政治的な、ね、政治的なプレッシャーを与えたり、バチバチにこうね、派手に攻撃するとかそういうことじゃなくて、政治を元に戻そうとするときに使ったりすると。なるほど、難しいですけどね。ですから非常に外交要素や経済、その他の政治的要素が多く含まれるのが特殊部隊、うん、なるほど、戦いだけじゃない、一般部隊にちなみに求められるのは量的戦力である。そうです、ね、ザーッと揃えて、ね、合戦のように、例えば市街地戦闘において都市の一角やビル全体を占領するのが一般部隊の任務である。はい、普通科とか、うん、それこそね、うん、機構科とかね、うんうん、特科とか、うん、一方立てこもった敵から人質を救出したり、大部隊を展開できない場所にある敵中枢の破壊、要人の、あ、これあんま大きく言えねえな、そんな感じなの、要人を、ちょっとやっちゃうのを、特殊部隊しかできない。なるほど、ピンポイントだね。うーん、イメージ通りでは、うんうん、ピンポイントをつく。そして特殊部隊求められるのは、うん、質的戦力、まあ少数精鋭みたいな、もし同じ規模の一般部隊と特殊部隊が近接戦闘 CQB を行えば、出た CQB、 おう、なんか前聞いたよね、近接戦闘、あ、近接戦闘、はい、あるいはローライトコンディション CQB、 それライトビンタジナスコー、ギャーでしょ、はい、目が今本当に何、ちょっと眩しい気持ちになっちゃったの。いや、そうよ、はい、一瞬止まった、まあ、こんな声あげるか分かるんですけど、めっちゃ見つかるよ、そこでですね、もし一般部隊と、特殊部隊が近接戦闘を行えば、うん、勝負は一瞬でつく、うん、もちろん特殊部隊の圧勝である。なるほど、一般部隊が寮で戦うのに対して、うん、まあ、特殊部隊はフォーメーションを組んだり、うん、戦術で戦うので、全く、あと特殊部隊の戦い方は全くもって自由であると書いてあります。勝手にせいと、だから、うん、何通りも持ってるんじゃないですか、戦い方、フォーメーションとかね、あるいはフォーメーション崩れてもあとはもう自由ですっていうことですよね、はい、一般の方は人数は多いけど、うん、各々のやれないですよね、人数多いからね、やり方ないですか、うん、料理作れって言われてるのにさ、急に料理ほっぽろかしてさ、うん、いや俺今作るはずじゃないと思ったんでつって勝手にさ、やめて急にね、うん、前線に行ったりとか、もうそうだったらしい、あんまりないですからね。やっちゃダメだし、怒られるし、ね、おたんを持ってね、うん、怒られるし、おたんを持って前線行っちゃダメ、途中作戦は最悪、それで急にチャーハンするとかありとか、ね、それはあり、今戦うところじゃないっつって、うん、一人だけチャーハン作り出すとかでも可能性としてあると思う、今糧食を用意してくれって言ったんだけど、今は違うと思いましたっつって、うん、おたんを持って前線行ってもあり、おたんを割って戦おうとしてる、はい、そんなことはないですよね、ないですけどね、ボタンは前線はないですけど、極端なし、特戦軍の戦い方は全くもって自由で、自分たちがその状況で必ず勝利する戦い方を戦略レベルで開発する、すごい、習った通りのフォーメーションで階段をのこのこ上がってきたら、上から家具を落として灯油を浴びせフラッシュバグを投げ込むね。むちゃくちゃ、むちゃくちゃやばいですよ、今の。いや、もう何でもある、言ってもらっていいですか、もう一回言いますか、さらっと言いましたよね、もう一回お願いします、まあまあエグかったですよ、もしも相手が決められた戦術とフォーメーションで階段を登ってきたら、上から家具を投げ落として灯油を浴びせフラッシュ板を投げ込む。フラッシュ板って何ですか、フラッシュ板ってあのあれですよ、あの閃光の種類、ああ、ね、なるほど、でも燃えるって、燃えるし明るいしな、爆発してね、家具落とすんだ、もうめっちゃ何でもいいです、部屋の中でバリケードを組んで待ち伏せしていたら、壁や床ごとブリーチングで破壊して銃撃する、それほど両者の質的戦力は違うのである、もうむちゃくちゃなんです戦い方が、でも何でもありです、す
すごいっすね。そもそもだって、あい、ね、ルールがある時点でおかしいから。確かにね、うん。確かに。目的達成のためにね。確かに。特戦軍の目標は世界で一番強い部隊になること、うん。これは間違いないですね。すごい。あ、もうちょっと言おうか。なぜ圧倒的な強さを求めるのか。それは二度と、日本と戦いたくないという強烈なイメージを相手に植え付けることで、日本に手を出すなという。まあ、未来の。徹底的にやるってことです。そう。でも追いかけないよ。あ、もちろんもちろん。でも、6部勝ちどころじゃなかったっすね。前で言う。あ、部分的には100部勝ちです。まあまあ、とことんやって、もう、まあ、日本と戦いたくないです。心理的にね。ということだよね。でもこれは、実際、猟奇的な話じゃなくて、皆さんのね、お家とかのマンションもそうですよ。カメラバチバチにあったり、オートロックがっちりあると、行こうとした泥棒は、いや、絶対捕まるってっていう心理戦になるんですよね。だからそういうことです。セキュリティだから、これね。やりたくて灯油ぶっかけてるわけじゃないですからね。ああ、まあまあまあ、もちろん ね, ね、もちろんもちろん、もう来ないようにね、もう来ないよう に, ようにやってるわけ。絶対痛いな、もう歯向かってごめんよ。そうそうそう。ちょっとまた相反するのが、うん、日本の武人の戦い方は見事に敵を返した後に、はい、無駄に恨みを買うほどはやらない、はいはい、武道の精神を持ちつつって書いてあるんですね、うんうんうん、そこは。あ、書いてあるんですね。はい、書いております、もちろんそこは。そんな積極的に浴びせに、灯油浴びせに行くわけない。積極的に灯油だな。怖いな。それはないです。そしてですね、はい、特戦軍の、使っているもの、うん、装備ですね、あらゆる作戦を遂行できるまで能力を訓練で高める。もちろん、武器、装備もすべて一般部隊とは異なる、うん、装備も違う。何装備してるんですかね。普通に外国の装備とかももちろんいろいろ全然使います。これについてね、後でちょっとね、あ、軽く触れます。そしてですね、この軍長がですね、うん、一番敵にしたくない部隊はちなみに何でしょうね、おー、ありまして、気になりますね。それはミッションに対する執着心が強烈に強い部隊だと思います。怖い。絶対にミッションをやり遂げるという強烈な意識、粘り強いタフな部隊が一番怖い。ちょっとこう自分らの鏡みたいな、まあまあそうでしょう、舞台ですよね。どこを指してるっていうわけじゃないですか。だから森さんがほら、FTC で例えばその1時間で、例えばやられたって言いましたけど、はい、知りましたね。ピーピーなっても、執着心で、なったけど、いけますから、つって、うおー。それはもうダメなんですよ。はい、ルール無視なんです。ダメですか。ルール無視だし、はい、本番だったら死んでるんで、はい、生きり立つことできない。あ、そうですか。失礼。全然できない。そこは違う。できない、できない、できない。そんな、だって抵抗する人なんじゃない、死んでたら。そうです。執着心は執着心ない、ね、すんなり受け入れたの。それですね、軍長がですね、言うすごくいい隊員、兵士はっていう兵士像はですね、いいですね、自己完結できる兵士です。近代的な軍隊とは突き詰めれば機能分割されていて、お前はこれだけやればいいという感じなんですが、特殊部隊の場合最後は自分一人でやれということです。だからこれね、能力的に全部できなくちゃいけないよ、一人で ね、 そうですね、通信からメディック、メディック系とか、作戦も構築する、全部オールマイティーだ、ね、そうそうです。それでですね、さっき十分勝ちって言ったじゃないですか。十分勝ちするような、その特殊作戦軍、はい、はいはい、言いましたね、うん、これね、ちょっとね、違うんですよ。違うんですよ。付け加えると、特殊作戦では敵も味方もあまり、損耗出すぎるといろいろと遺恨が残ってしまうため避けねばなりません。つまり後腐れがないようできる限り敵にも不要なダメージがなく、最終的にはこちらの思った通りになるのが一番スマートなオペレーションです。これちょっとさ、戦国時代にこの前言った六分勝ちがいい、ありましたね。ね、ありました、ありました。あれにちょっと近いですよ。なるほど、ね。味方も守りすぎると、ちょっと、いや、俺らきついんですけど。だし、こっちも損害がでかいってことですよね。で、あっちもちょっと、やったろ、また、いつか。で、ならないように、さーっと帰ってもらうのがいいと思う。ね。難しいですけどね。だから問いぶっかけるのかな。いや、それは、それは現場だからね。あ、現場か、そうそう。逃げてんのに、かけにはいかない。そうね。それはめちゃめちゃ怖いですよね。さっき言った、ちょっと話戻りますと、政治的な部分も特選軍は多いと、参考にするのが、アメリカでは、もともと CIA とグリーンベレー、はい、全然違うじゃないですか。違います、ね。CIA は。もちろん警察ですか、CIA って。CIA はですね、中央情報局って言って、ちょっと情報収集するようなスパイとか、ね。スパイ的な方でしたですよね、はい、イメージね。CIA。と、グリーンベレーは、もともと1個だったんだけど、分割されたの、うん。CIA とグリーンベレーに。だから、分割されたんだけど、いまだに、ちゃんとこう、共同して行っています。だからアメリカみたいに、まあ、軍事とその政治というか情報っていうのはもう一緒であるべきだ。だからゆえに政治的な部分が大きいよと、特殊部隊は、ということです、今私はどっちかっていうとその、ね、情報戦というかそっちの方に行ってますけどね。まあ、単独ですから、単独でもほら動けっていう食い物の情報はすごい投げてるんですよ。
食べ物の情報はもうめちゃくちゃ皆さんに与えてますよ。もうこれ再現性、間違ってはいない。皆さんに再現できるのは実銃の打ち方ではなくて、うん、食べ物だからな。再現性がな。まあでも食べ物一番大事ですから。一番な、生きていく上で。それですね、創設にあたっての軍長の苦悩というのがありましてですね、これはですね、創設にあたってレンジャー部隊の新設と勘違いされ、勘違いされた。なるほどね。だから作るよって言ったら、うん、レンジャー部隊だけをこうギュッと集めた部隊作るんですか、はい、みたいにこう自衛隊が全体がそう思っちゃったと、はい、そもそもスペシャルフォースはレンジャーと根本的に違う。じゃあどう違うのか、特殊部隊とレンジャー部隊の違いとは、まあ、レンジャー部隊というか特殊部隊とレンジャーとの違いとは、うん、気になります。一般部隊でのいい隊員というのは上司から言われたらはいと答えて言われた通りの仕事をする隊員です。うん。しかし特戦軍では目的を認識したならいちいち言われなくても自分で発想し行動を組み立て目的達成に向けて動けるセンスが求められます、うん、これはちょっと難しいですけど、なるほど。言われたままだけやってるだけじゃダメですよと、言われる前にやれ、うん、あ確かに。ただ普通レンジャー隊員とはいえ言われる前に急に走り出してるレンジャー隊員いたら、うん、おいちょっと止まれと。難しいっすね、なかなかね。団体とな。ね、指揮系統のあるさ、中で、うん、やっぱり上の者が言ったことに対して、まず動く、ね。そう。ね、それで違ったから、そっからの臨機応変っていう、あれなんで、ちょっとまた難しい、ね。種類が違うんだね。そうね。全く違うんだね。うん、言ってることはすごいわかります。だから指示を受けてから、その指示通り動くっていう団体と、自由にやれってこう解き放つものとちょっと違うよと。だから自由にやれって言って自由にやれる引き出しがあるってことですよね。そこですよね、まずね。そうなの。一般隊員との違いってことですよね。うん、西でいきなり自由でやれって言ったら突然寝だすとか。もうそうなっちゃうね。どうすればいいのってなっちゃうから普通。急にね、なんかちょっとはい休憩って言われた時にポケットから普通になんかお菓子とかもりもり出てきてさ、いやこの後きつい訓練あるんで栄養補給しといた方が動けると思ったんですよね。つってブワーッとね。まあ、スニッカーズが急に食い始めたらさ、うん、おいおいってなるよね。備えたんですよ、そいつは。自由さで。そうそう、うん、それはもう特選軍向きです。でもいいんだけど。ちなみになんですが、性格、向いてる性格というか。そういうのもあるんですか。はい、うん、言われたことは何でもやりますという性格、性質の隊員では務まりません。うん、資質面での隊員の評価が基準が全く違い、どちらかというと部隊では能力を発揮できず、一歩退いて上司を霊障的に見ているようなタイプの方が、特殊作戦に向いている場合が多いと感じました。もうほらあれだよ、お笑いと一緒だよ。もうお笑いと一緒、あの今までの歴史とか通例っていうのを知らんと、ちょっとこう、うん、そこ違くないですか、うん、みたいなタイプが向いてる。だからお笑い芸人で売れる人の方がもう特殊作戦向きってことです。学校の人気者売れないじゃないですか。だから自立しちゃってるこの人気者を見てって言ってた、ちょっと冷静な目で見てた人の方が、まあ、昔の傾向としてはあったじゃないですか。ちょっとでも近いのは、なんかね、うん、その、任務をね、進める時の、進め方、特殊部隊がオペレーションを行う時には必ずエンドステート、目的、何をもって勝利をするかという、ラインだねに関して命令する側とオペレーター側が具体的にイメージの共有をしないとできない。むずむずい。ちょっと、話ちょっと戻りまして、はい、一番創設に大変だったのは、はい、第一空挺団と同じ駐屯地に所在していたことです。特殊作戦軍は第一空挺団内にあるんです、うんうん、なぜか、空挺団は精鋭無比を合言葉に我らこそ最強の部隊という非常に高いプライドがあります。まあ、これはもうね、みんな、そうです、陸自みんな知ってるね、まあ、それはもう彼らと同じ場所で空挺団を超えた訓練を進めるにはかなりのプレッシャーがかかりました。そうですよね。多分な、訓練を見てな、うん、ちょっと鍵終わってんのあいつら、まだやってんなみたいな、うん、みたいな見てたんですよ。何が特殊だよ。そうそう、最初な。誰が、そう、まあ、最初は最初な。どれどれ、見ましょうかみたいな感じだったかもしれない。見てあげましょうか。そうそうそう。私が。で、例えば、自由降下訓練などは、空挺団は自分たちのお家芸だと思っているわ。確かに、日本で1個だけだから。そうです、ね。パラシュート部隊は、うん。ところが、私から見ると、もう軍長から見るとね、ただ安全管理を優先した民間のフリーフォール訓練の、訓練中の基本しかやっていない、そんな訓練じゃ空路潜入のようなオペレーションができないわけです。
めちゃめちゃ厳しい、うん、厳しいですね。めちゃめちゃ厳しい。なかなか言い方きついですね。バチバチに。確かに、まあそう言われたら、こっちもグーの音がね。これ、まあ軍長が言っちゃったからにはっていうな。さすが。それぐらい最強を目指すとなると、そういかないと。男塾塾長みたいな。やばいです。やっぱね、後々ご紹介もありますけど、結構、先陣切って強いタイプです。あ、本当ですか。憧れるタイプの。マジそれ。男が憧れるタイプの、ほうだ。俺がやっから、そして俺が一番だからっていう。いや、すごいね。そして一番取っちゃうような人です。いやー、もう、勝てない。40年。勝てないですね。そして、二見さんがですね、ここでちょっと聞くわけですね。はい、空挺団と特戦軍が一緒にいると、バチバチ火花を散らすことがありそうですね。うん、って言ったら、荒谷さんが、そうそう。って言ったそうです。軽い。なんか軽い。さあさあ。そうそう。まあまあまあ、そうだよね。だからまあ、そうなんだよって感じだね。同じ中東時代でこのトップワンを争うバチバチがあるんですよ、ね、怖いですね。そしてですね、ちょっと付け加えると、場所ね、はい、特戦軍の場所、本当にオペレーションのことを考えれば特戦軍はヘリ基地にあった方が良かったと思います。もうまだね、向上心が。なるほど、ね、空挺団に置かなくてもよかった。まあまあそうか、うん、よく特戦軍の隊員に軍長がですね、はい、言っていたことが、はい、特戦軍で私は若い残層でも臆することなく、とにかくいいアイディアがあったら直接俺の部屋に持ってこいと常に言っています。情報は止めず、全部もう部屋に入ってこい。若いやつであろうが、うん、よこせと。すごいね、なんか会社みたいな感じよ、ここまで、ね、そうね、うん、それでですね、特殊作戦軍が軍長が曰く見た目でわかると。お、見た目でわかると。はい、見た目でわかると、特殊作戦軍の見た目とは軍長が言うね。だいぶ言ってますけど大丈夫ですか。軍長が言ってんの。荒谷さんですよね。はい、荒谷隆さん。はい、大丈夫なんですか。大丈夫、塾長ですか。散々隠してきたの。塾長が言ってるんですか。大丈夫。塾長ではないですけど、軍長ね。あ、すみません、失礼しました。塾長もうイメージが、まあ、イメージそっちね、うん、一番強いのがトップです。男塾のね。失礼します。見た目でわかると。見た目はですね、あ、でもはっきりした特徴ではないです。はいはい、奈良市の駐屯地に行くとわかりますが、まあ、空挺団、うん、空挺団に行くと分かりますが、特戦軍の隊員かはすぐ気づきます、はい、世界中の、もうこれ共通して、世界中の特殊部隊のメンバーと交流がありますが、うん、をいろんな見てきて、お、彼らの印象は企業で働くエリートビジネスマンのような感じです。映画のランボーや俳優のシュワルツェネッカータイプの隊員はまず見かけたことがありません。あら、そうなんですよ。物腰や人当たりがとても柔らかいんです。怖いですね。これね、僕一人ね、うん、最近の特殊作戦軍なんじゃないかっていう人をちょっと一人も見つけちゃいました。お、どうなったですか。ヤマスドミネーターサトシ。わかる。わかるけど負けちゃダメよ。負けちゃ、まあそうだ、負けちゃったんだ。負けちゃダメ。それで物腰し柔らかいじゃん。見た目も格闘技やってると思うでしょ。ね、ちょっとマニアックですけどね。今日も生誕でこうね、柔らかい、物腰が柔らかい。で、二見さんがおっしゃるには、確かにその、見た目はビジネスマンです。うん、で、上着を脱ぐと、ボクサーのような細身の筋肉質が多い。だ、意外だよ。ブリンブリンにつけてるんじゃなくて、ね、細マッチョ。細マッチョが。ね。すいません、ほんとね。ちょっと、私もちょっとこう、その像が、皆さんの頭の中に、その特殊部隊像が、あれこれ。まあ、あ、ちょ、おのぼらさん。まあ、あれだな、その、はっきり言って、今、どっちが特殊作戦軍ですかって、こっちっぽいけども、実はこっちでしたみたいな感じですね。まあ、まあ、まあ、ね。まあ、そうだ。いや、でもあんまり言わない。バレる。でも、ボクシングやってる顔じゃねえもんね。レスリングじゃん。どっちかというと。そこはね、あんまりね、言っちゃう。荒谷さんが言うにはですね、ちょっとグリーンベレーから学ばせて、もらって、その自衛隊にまだちょっと足りなかった部分が、心理戦に至ってが、全くなかったと。心理戦なんですか？心理戦。民事作戦。うん、作戦行動への協力など、軍事作戦を、まあ、うまく進めるための、民間の領域における軍の行動。だから、パルチ交渉ですね。まあ、言った、相手の心を開いてもらった方が作戦うまくいく。まあそうです。相手の住民に、うん、敵じゃなくて住民たち。それ心理戦。そのイラク派遣される、まあ、特殊作戦軍の方がですね、イラク派遣、ちょっとされる前にイスラム教を勉強していったと。すごいね。そっちの、うん、イスラム圏だから。でその時に、まあ、現地でイラク人からお前の両親はイラク人かと聞かれたんだって。あ、めっちゃ詳しかった。めっちゃ詳しかったんだ。ちゃんとね、イスラム教を勉強して、お父さんイスラムの方ですかって、うん、心を開いてくる、相手の住民が。で、うん、隊員さんはヒゲが濃かったんだって。、うん、
だからお前は本当にイラク人なんじゃないか、余計そう見たのね。そうそうそう、ちょっと中東寄りだったんだ。そしたら、特戦軍の隊員さんが、うん、多分イラク人じゃないと思う、でもおじいちゃんとおばあちゃんはイラク人かもしれないねと言ったら、うん、すごい気に入られてお前はこの地に幸福をもたらした男だから名前を授けると言われて、うん、幸福という意味でサバディと名付けようって。サバディって幸福、もう心バチバチだからあれでしょ、特殊作戦軍上空やったらサバディってなったわけ、ね、そうそう、お前気に入ったぞ確かに俺のお父さんとお母さんはイラク人かもねえやつ、はっはっは、幸福だお前は、うん、サバディっていうことですよね。そうそう、まあ、イラク人なのって言ったら、いや両親は日本人だけどおじいちゃんはそうかもねって言ったらもうドッカーンですよ、ね、めっちゃウケるめっちゃウケたことすごいな、めっちゃウケじゃん、これビジネスマンよやっぱ。そうね、うまいうまいってこと。そしてね、気に入られた、うん、これ心理戦なんすごいね、うん、そしてですね、これちょっと軽く訓練に触れると、うん、特戦軍の強さ、それを参考にするということになってしまう。すげえな、もうこれは塾長なんじゃないかなと思わせる、覚悟が止まりすぎる。ちょっと待って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 待